山修理そうそう、レンガ修理、うん、ミシンここに持ってくるの大変だと思うんですけど、うん、全部お伺いもするよ。あ、そうなんですね、うん、じゃあお家のミシンが壊れたら、うん、ここに相談に、ここに持ってきていただいてもお伺いして修理しても同じ料金。あ、そうなんですね、うん、中にはお客さん家に来てほしくない人もおるけどね、そういう方はまあご自分で持ってきてもらうけど、それ以外の人だったらお伺いしてね、うん、もうメーカーはどこのでも、うん、メーカーはもうどこでもいい、うん、ミシンも最近どんどん進化してますけれども、うん、その大変じゃないですか、近頃電子ミシンとか電子とかコンピューターになってるけど、はいはい、基本的にはミシン一緒やからね、今も昔も。そうなんですね、うん、車が今も昔も理屈は一緒なもんでそれと同じ理屈、うん、ただみんな今安いミシンをね、うん、言うでしょ、はい、モーターの回転率の少ない馬力の弱いやつ、うん、あれがみんな縫えるか思っとるけど、はい、縫えないよ、ね、結局まあ言うたらお客さんも分かるんだけど、車で言うたら軽自動車と普通車とトラックがあるとしたら、1キュッパー2キュッパーのミシンは軽自動車、うん、で我々がこう使いよる10万か15万のミシンが普通車で、20万以上のがトラックという。へえ。モーターの馬力が全然違うの。だからようコマーシャルでテレビでね、はい、ジーンズの何枚重ねが縫えますって言うでしょ、はい、あるいは6枚8枚重ねた方から4枚2枚1枚と縫いよるから、車で言うたらニュートラルでも降りてくるわけ。ああ。なるほど、分かりやすい、うん、そう、その1枚、2枚、4枚、8枚が縫えないわけよ。あ、安いミシンは最初はいいんですね。下り坂やったよ。そういうことか。だけど普通ズボンの裾を直すときでも、はい、2枚から4枚になるでしょ。そうです、そうです、そうです。そうしないでしょ、テレビは。はい、だからあれでもどんどん縫えると思う。あ、でもそれは縫えない。4枚のところに来てどん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 って同じところを縫うか、針が折れるか、そうだったんです。馬力がないんだから、うん、なるほど、うん、じゃあもうどうせ買うんだったらミシンを買うてほしい。普通車レベルの、そう、JIS規格のミシン。 JIS 規格、あるいは4分の3ミシン言うて、はい、コンパクトミシン。あ、ミシンが小さいわけよ、はい、4分の3しかない、はい、だからこのところでここがないわけ、はい、ミシンが小さいから、うん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 、だからこういうのを縫っても、はいはい、この回し縫いでこう生地をこう回さるのが、はい、ここが狭いから。でも今の若い子そんな理屈がわからん、だから安いのでええよ。でもこうってみんな心配しとるから、あ、